敵は見ちまった。リアクトではレインボーの軍事研究部に加わってもらう。敵を知れば百戦危うからず。だからこそ脅威の情報収集が必須となる。現在脅威が判明している地域は4つ。侵入に備え封鎖防壁、エアロックを設置。リアクトの機材も利用可能。侵入任務は情報収集の機会でもある。パラサイトの起源や適応能力、生態力学の情報が入手できる。現場データは研究開発部の先端技術維持に欠かせない。集めたデータで兵器を強化すればさらに有用な情報収集が可能。とはいえ技術だけに依存しているわけではない。目標達成で得られる実戦経験によってオペレーターは敵に先んずる戦術的ノウハウを蓄積していく。そしてより多くのオペレーターが任務に就くことでノウハウを共有。パラサイトに勝つために我々は持てる全てを動員してその特性を学ばねばならない。ねえ、影になってる。イライザ、ごめん、強く言い過ぎたわ。いえ、大丈夫。研究班の調子はどうなの？悪くない。まあ、そんなとこ。これを見て。オーバーヒートの原因が分からなかったの。でも、オペレーターがパラサイトの放熱に関するデータを持ち帰ってくれた。それを応用した途端に、パッ。問題解決。確かにパラサイトは恐ろしいけど、科学的発見の宝庫でもあるわ。奴らから学ぶことで技術も進歩するの。エレナ、その調子で研究を進めて。頼りにしているわ。私たちの技術は最先端。プロトタイプから完成品まで最新鋭のギアばかりよ。パラサイトの出現は解明。
刀で切り抜けるんだ。一発撃てばスカッと元通りだ。リアクトの全部門には人員の安全を確保するための侵入プロトコルがある。パラサイトの活動が集中する一帯を我々はホットゾーン。リアクトシミュレーション導入中。プログラム開始。まずは敵の確認をしてみて。リアクトブレードで倒してほしいターゲットがいる。ブレードならサンプルの採取もできるわ。ターゲットの探索にはリアクトドローンを使って。ドローンを出す。バッチリだ。指示は取りやめだ。リアクト爆薬残数なし。ないと基地に戻れなくなるわよ。報告は現実世界で聞きましょう。
見てるだけじゃ何も解決しない。やるべきことをやらないとな。命を救うためにパラサイトを食い止める。リアクトの全部門には人員の安全を確保するための倒してほしいターゲットがいる。ブレードならサンプルの採取もできるわ。ターゲットの探索にはリアクトドローンを使って。ターゲットに近づいてる。
まだ何も発見できてないじゃない。次のエリアに向かう前にもう少し探索して、一度出たらここには戻れないのよ。エアロックシーケンス、サブゾーンの移動が有効。エアロックから出ないで。このサブゾーンはパラサイト生態系の訓練モジュールよ。状況に応じてネストに自動トラッカーを設置して、それで奴らを監視できる。ネストを探しましょう。ネストよ、休眠状態なら自動トラッカーを設置して。バッチリだ。警戒
サブゾーンはパラサイト生態系の訓練モジュールよ。状況に応じてネストに自動トラッカーを設置して、それで奴らを監視できる。ネストを探しましょう。バッチリだ。ネストよ、休眠状態なら自動トラッカーを設置して。ネストを壊さないで、自動トラッカーを取り付けるのよ。こうやってパラサイトの生態系に関するデータを集めればリアクトに貢献できる。回収に向かってもいいし、次のサブゾーンに進んでもいい。あなた次第よ。
ないと基地に戻れなくなるわよ。情報デッキ、実際の侵入任務もその調子でやれれば難なくアーキエンに対処できるわ。